はい、どうも皆さんこんにちは、凡人でございます。ということで、今日はですね、FC 岐阜対岩手グルージャ盛岡のレビューというところでやっていこうというふうに思っております。結果は3対1というところで、まあ本当に、まあ、ね、最後ねオンゴールはあったんですけれども、まあそれを引いてしまえば藤岡選手ハットトリックという試合で、正直まあ得点以上に内容が素晴らしいゲームだったなというふうに思ってます。非常に完成度も高く、そして、2週間で5試合というね、過密スケジュールの中の最後の試合で、本当に、素晴らしい試合を展開してくれたなと思います。まあこの試合に関しては荒木が右に入って、左には初先発上野が入るという試合で、基本的には可変システムというよりかは、4-4-2 というね、フォーメーション、もしくは、サイドの選手がちょっと上がった4-2-4、もしくは、まあ、沖がね、ちょっと下がった。まあ、こういう形で、やるっていうところで、まあ、今日、青木が、この試合もスタメンだったんですが、青木のいいところは、やっぱりこの、ちょっと下がり目で受けることによって、今まで庄司が、やらなきゃいけなかった、守備っていうところ、ボールのパス回しっていうところを、うまく、軽減してくれると。それによって庄司が必然的にやっぱり前のね、位置を高く取れますんで、やっぱりボールがここに、収まった時に、ワイドの選手は張りやすいし、まあ石田はインナーラップを仕掛けるだとか、まあそういったところ、逆に荒木がインナーラップをする仕掛けをするならば、石田はオーバーラップっていうような、まあこういう形でね、前線にとにかく流動性が生まれるっていうところが、まあ今日ね、本当、まあ、3得点とも相手の裏を取ってというところで、まあ2点目は PK でしたけど、やっぱりそういったところで、やっぱり中盤でボールをね、今日はしっかりと持てたっていうことが、まず一つ大きな勝因の一つだったかなというふうに思います。で、まあ岐阜は 4-4-2、そして盛岡はこのね、5-4-1 というか 3-4-2-1 のような形で、まあ今日は組んできていたんですけど、必然的にやっぱり、立ち位置的な、まあ、単純なところでいくと、正直442対3421っていうと、やっぱ442って不利なんですよね。何が不利かっていうと、やっぱり前線に、やっぱり岐阜のディフェンスライン4枚に対して、まあ、ウィングバックをしっかりと上げるっていうところを考えれば、5枚でこのディフェンスラインをね、取り囲むような形で、やっぱり枚数的に不利になると。で、やっぱり、そうやってやっていく中で、じゃあ今日なんで岐阜は、まあそんなこういう不利な状況を本来作られる中で、うまくね、それを回避して、逆に勝利を収めることができたのかっていうのは、まあ、非常に単純な、まあものがあって、これはね、前の岐阜とか、まあ、そういうチームで見られたんですが、やっぱり間延び感がチームに出てしまったんですね、盛岡の方は。間延び感というのはやっぱりここの距離ですね。本来だったらもっとボランチのラインを上げて、まあ、ギリギリまで最終ライン3枚もしっかりとラインをね、上げるっていうところをね、していくべきところを、やっぱりちょっと後ろがもたついていて、まあ、ここにスペースができたわけですよね。このスペースができたってことは、しっかりと茂木から石田に、まあ、例えばまず繋いで、まあ、降りてきた庄司とかを使う、もしくは、まあ、茂木からロングフィードで一回、田口か藤岡にボールを渡して、そこからバックパスして、庄司から、ワイドに張る選手の展開っていう、まあ、この形がね、非常にできていたと。で、まあ、しっかりとこう中盤でボール持ってしまえば、まあ、基本的に、まあ、ボランチはついてきますけど、それを除けば相手3枚に対して、岐阜は4枚で、ボールをしっかりと持った状態で、数的優位で戦うことができるっていうところで、まあ、非常にそういったところで、チームとして、うまい効果的なね、攻撃ができていたんじゃないかなというふうに思います。なんで、まあ、これをね、今日3バックの久しぶりに3バックの相手と、まあ、対戦というところになったんですけど、まあ、今日の本当この、チームとしてね、しっかり連動性を持って、攻守ともに戦っていくっていうところがしっかりできていれば、まあ、おのずとね、まあ、今日暫定3位ですかね、今のところ、上がることができましたが、ここからね、勝ち点を積み上げていくことにも十分つながりますし、戦い方として、本当チームとして成熟してきたなっていうのがね、本当に見えた試合だったので、
まあ、この試合をね、より1試合でも多く続けられるように、まあ、頑張っていってもらいたいなというふうに思います。今日は本当、まあ、現地で実は見てたんですけれども、ちょっとあまりにもね、雨と寒さでですね、まあ、申し訳ないですが、現地は前半だけで、終わってしまったというところで、まあ、非常にちょっと悔やんでるところはあるんですけど、まあ、本当この試合をね、見せてくれて非常に面白いサッカーで、なおかつ、やっぱりしっかり点を取れると。昨シーズン一番課題だった点を取れないっていうところをね、うまくしっかり点を取れるチームになりましたんで、まあ、とにかくこの戦い方を続けていってほしいなというふうに思っております。ということで、今日はですね、盛岡戦のレビューというところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。